岡さんこう言ったわけ。9条に関しては改正にはメリットとデメリットがあってとか言った。デメリットっていうのは、相手を何て言ったかな、まあ、なんか要するにその相手をね刺激する。だからデメリットなんだと。そしたらその司会の人はね、なかなかナイスなこと言いましたよ。じゃあその現状においてはね、じゃそのデメリットの方がね、大きいという、そういう認識ですかと言ったらね、乙武さんそうですと。じゃあ憲法ね、改正には、賛成しないってことですって言ったらそうですと。で、乙武さんは、ごまかしてるわけ。護憲派なのに、その場のね、雰囲気で、改憲派を装おうとしてるわけ。で、私が突っ込んだから、そしたらなんか、いや、デメリットとメリットがあってとか言って、でもよくよく聞いてみたら、護憲派なわけよ。憲法9条2項ね、改正反対なわけよ。なのに最初、いや、賛成だとか言ってるわけ。こんな不誠実なね、回答の仕方はないですよ。いや、護憲なら護憲でいいじゃないですか。自由にね、討論する場だしね。私は憲法9条2項に改正には反対ですというふうに言えばいいんですよ。ところがそれをごまかすわけ。ごまかしてごちゃごちゃ言ってね。やりすごい。こういうのはね、不誠実そのものですよ。あの人ね、だからその自分のね、公認とかね、推薦とかね、それもね、関してもね、ごまかすわけ。でね、自分はね、無所属だというふうに言ってるわけ。無所属だってあんたファーストの会っていうところに所属して、でね、そこのしかも副代表やってんでしょと。属してんじゃないですかと。そしたら、いや、違うってわけ。自分はね、前にね、無所属で出てっちゅうのだから、その前に出たその参院選なんでしょうね、おそらくね。それで、何十万票も取ったから、その実績を評価されて、無所属なんですとか言って。何のこと言って。じゃあ無所属なら、じゃあなんで、あなたのね、凱旋にはね、あなたの、あるいはあなたのポスターのね、横にはね、そのファーストの会っていうのをね、実質参加にあるね、小池百合子さんという方のね、顔がね、一緒に載っているんですかと。非常に不誠実だと思う、こういうのは。まあ、彼はね、昨日ね、討論会でね、女性のね、役割とかね、主婦の役割とかね、ジェンダーギャップとかね、そういうことについても言ったけどね。いや。あなた、そんなことね、ここでいけしゃーしゃーとね、おっしゃれるようなね、立場にね、あるんですかと。イラーっとした。私もね、一回の主婦だからね。忘れませんよ。彼が今まで何をやったか。で、何ですか？彼は、自分は、何でしたっけ？立候補するっていうふうにね、会見をしたときに。自分は何ですか？ごまた不倫ではないと。一度に5人と付き合ったんではなくて、断続的にね、5人と付き合ったから、ごまたじゃないっていうふうにね、言ってのけたそうですね。はあ、それこういうことですかと。じゃあね、何年かにわたって、奥さんがいらしたと。からね。で、お子さんもいらしたと。その奥さんと子供を。その5人の人とね、断続的にね、不倫なさってる間、長年にわたって、奥さんとお子さんを裏切り続けてたって、そういうことですかと。で、その方がね、女性の権利とかね、誰一人取り残さないとかね。いやー、よく言うよね。感想ですよ、私ね。いやー、もうね。びっくりしますよ、これは。はあ、まあまあね、あとね、その維新の方は、その身を切る改革って言ってね、議員は、利権持ってる議員以外はそんなことないんですよって。だから私以外の人ね、私のことど素人と思って、いや、実際私、政治の素人ですよ。でも政治の素人が見ると、いやいや、一般人のね、
年収と給料と比べて、議員の給料、年収、10倍やんけと。明らかに議員特権やんけ。大体ね、年収4000万。歳費だけで2000万以上ですよ。実質だから4000万じゃないですか。歳費だけで2000万強、2000万超えていると。税金かからないと。つまり税金を払って買える可処分所得は2000何百万ある日本人。この日本にどんぐらいいますかって話なんですよ。ほとんどおらんでしょ。だって1000万超えてる人だってそうおらんでしょ。2000万なんて超えてる人なんて、こんなもんね、0. 何パーセント思いますよ。可処分所得が2000何百万なんて言ったら、本当に 0. 何パーセントぐらいじゃないですか。わかんないけど、見てないから。自分がそこに属してながら、あるいは、ね、それを今目指してるわけ。目指しながら、あ、なんか電話かかってきた。誰がかかってきたの。ね、ちょっとでは、まあまあ後でかけ直すからいいんだけど、そう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 、それはね、娘子じゃない、そうだからそうすると、とにかくね、びっくりした。みんなだからね、なんか身を切る改革とか言いながら、いや全然議員の美味しい、その美味しい特権をね、改革しようとか、議員を美味しい仕事じゃなくしようという気はないわけ、さらさらないわけ。維新というのはそういうところ、維新とか言ってもふざけた名前よね。だから、なんかこう、いろんなね、しがらみのない政治とか言ってるけど、いや、あなた、しがらみのない政治って、申しましても、あなた方大阪でね、何やってらっしゃるんでしょうか、という感じなんですよね。それに維新はね、去年ね、維新の馬場代表とした、馬場代表という人はね、こう言っていたんですよね。我々維新は、第二自民党でいいんですと言ってましたよね。ですから、あのお金に汚い裏金まみれのあの第二自民党が維新だっていうふうに我々考えていいんですよね。だって代表がそうおっしゃってたじゃないですか。第二自民党なんですって、ちゅうことですよね。それでしがらみがないとか言われましても、それで身を切るとか言われましてもね、私なんかも政治の素人です、一般庶民ですからね、到底納得できないんですよ。でもまあ今日はね、維新にね、またね、維新とね、またね、あれ揉め事があったんですよ。まあね、なんかね、でも随分長いこと喋ったので、まあ、電話もね、かけ直さなきゃいけないんで、まあ、今日はこれぐらいにしておきたいと思うんですけど、私、この後また出かけます。この後ですね、どこに行くかというと、有明です。有明に行くんだけども、場所は知らないです。はい。選挙期間入ってから、これまではね、私が全部場所、時間、全部決めてたんですけれども、選挙期間入ってから、私は決めなくなりました。ですから、わからない。どこかわからない。そういう感じで、行っていきたいと思います。ということでね、皆さん、今日もちゃんとフィードバックしてくださいね。そうなんですよ。ということで、自転車では行けない。有明すごい遠いから、自転車では行けない。もうね、私はもう結構ね、もう2日目ですけど、もう結構普通にクタクタです。でも、頑張ります。いや、でもね、私、やっぱりね、ジムとか行っててよかったよね。もともと運動好きなんですけど、まあ、名前がないとね、体の名もあるから、まあ、ジムは少なくとも週1では行くようにしてたんですけども、やっぱり、動けるって大事よね。やっぱ人間は体が資本で、やっぱり動けなくなっちゃうとね、結構いろいろ大変だから、したがってね、今も私はこう、T シャツ。本当はね、短パンがいいんだけど、さすがに T シャツ、短パンはちょっとまずいんじゃないかな。いや、短パン禁止令とか出てないんだけど、さすがに T シャツ、短パンはまずいだろうというふうに、自粛、自粛、自主規制して、で、まあ、
いつものね、まあ、いがしらスタイルで、あ、T シャツいがしらでギリギリ OK ってことにしてもらおうかな、みたいな。で、これに関してはね、お前もうそのいがしらスタイルやめろとか言われてないです。言われたの、言われても、私今これしか着るもん持ってないから、ちょっと買いに行かなきゃいけないみたいな感じになっちゃう。で、まあまあまあ、T シャツいがしらスタイルでね、やっぱり、走れる候補と。なんかね、100メートル走とかってやったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。あ、でも須藤元気さんはなんかあれは、なんか筋トレいつもしてるとか言ってたからね。あの筋肉を鍛えれば風邪ひかないって言ってましたね。なんか、すごいなというふうに思いましたけどね。はい。なかなかすごい、ね。予防医療に力を入れてとか言ってました。私はその予防医療に関してもね、言いたいことたくさんあったんですけど、あのね、だからまあ、人がいっぱいいるからね、そんな話せないわけで、まあまあまあ、まあ、予防医療に関しても私は言いたいことたくさん、もう何に関しても言いたいことたくさんあって、まあ、昨日は、ね、言えないこともたくさんあって、なんか外交の問題とか誰一人言わないでしょって、誰も知らんでしょ、外交の話、はっきり言ってね。で、まあまあ、まあ、全然できなかったけど、私はそれが専門ですから、まあ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 、まあ、まあ、見ていただいた 方にはね、あの私はなんか態度が悪い、顔がひどいとかね、だって私ね、もうね、喋る機会がないから、もうね、表情に出やすいんですよ、思ってることがね。で、喋って発散できない分、何言ってんだ、この人たちっていうのね、ついつい顔に出てしまって、こんな顔をね、少ししてたと思うんですけれども、はい、まあまあ仕方ないです。あのね、でもね、そういう人がいてもよくないですか？あの、みんなね、それがね、大人じゃないとかね。態度が悪いとか言いますけれども、じゃあ何思ったことね、一切顔に出さず、何考えてるか分かんないような感じでね、ああいう討論の場ですよ。政策をぶつけ合う場でですよ。とか言って、にーとか言ってね、隣のね、人とね、知り合いなんだかなんだか知らないけどね、隣の人と、にーとか言ってね、そのまた隣の人と、にーみたいな感じで、それがいいですか？それ何？そういう政治家を皆さん求めてるんですか？私の隣の秋元さんね、まあまあ、そっちそこらで会ってますけどね、その隣の秋元さんにね、ねえ、秋元くん、ってやればよかったんですかね。そしたら何ですか、好感度上がるんですかね。ちょっとそういう人もね、いるんでしょうけれども、私ちょっとそれはね、ちょっとできないですね。はい、あ。ちょっとできないです。はい、あ。でもまあそういう人がいてもいいんじゃないのというふうに思います。私、時間があったらね、一人一人行きたかったですね。こう、はい、次あなたというふうに行きたかったですけど、全然まあ時間ないの。まあ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 、まあ、昨日はね、あんな感じで終わっちゃったんですけれども、はい、私はオンエア見てないんで、どんな感じだったんだか分かんない。オンエアっていうか、その、なんかカメラたくさんあったでしょ？で、私、まあ、どのカメラが何やってるのかも全然わからないから、まあ、全然わかんないですけども、まあ、聞いてるでしょ？ちゃんと。聞いてんだけど、何言ってんだかわかんない。だから、そう、私がいつも岸田さんが言ってることとか、上川さんが言ってることに関してね、何言ってんだ、この人。じゃあ、同じようなことずっと言って。政治家になりたい人っていうのはね、政治家になったらこういう話をするような人しかいないんだなっていう話ですね。だから岸田予備軍みたいなのがたくさんずらってるわけ。岸田予備軍。で、晴れて当選したら岸田になるわけですよ。そんなんばかしですよ。だからびっくりした。超アウェーだった。一人ぽっちだった。で、まあ終わってからね、まあまあ帰るえ、って。で、まあ帰ったんですけれども。で、まあお風呂入って、ちょっとお風呂で。